はい、どうも、いつも動画見ていただいてありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフということで、今日もかな、スバル360、こちらをね、ちょっと DIY やっていこうと思ってます。ほんで今日はね、何をするかといったら、屋根のあのこの部分がね、どうしてもね、写真撮っても何撮っても気になるのでね、とりあえずね、あの屋根の上側の面をね、マットブラックに塗ろうかなと。それでマットブラックに塗ってどうしても気に入らなかったら、本型の塗料って言ったらおかしいんですけど、あのウレタンの2液で塗って、ほんでクリアも巻いて、テカテカにしようかなと。なんとなくね、このねマット系がいいかなと思ったんで、とりあえずマットブラックで、今回仕上げます。それとこの、 あの天井の内側がねガジャガジャなんでね、あのまだあの春布は買ってないんです。だから春布が来た時にいつでも貼れるように、下地まで、作れたらいいかなと思ってます。そんな感じで、頑張りますので、どうぞ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。あーす、これ久しぶりに塗装する台、出してきました。おーす、とりあえず外します。Trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice. これ裏か、これが問題な、この。これどうしたらいいのかな。これが一番の問題です。これをどのように剥がすか。ちょっとやっていきたいと思います。はい、とりあえずこれでね、ちょっとやってみます。ちなみに240番です、今つけてるの。これね、一応全体のあのザラザラは取れたので、これぐらいでいいかなと。けどこれが何かよくわからないんですけど、これ全部取るとなったらちょっと大変なんで、もうこれで布が来たらもうこの上に貼ろうかなと思ってます。はい、これ耐水ペーパー、400番の耐水ペーパーで、それで水一応全体を溶きます。一応あの出しします。はい、マットブラック塗っていきます。これ乾かしてるうちに、こっちがのね、この屋根を押さえるモール、これもね、ちょっと
あの磨いてみたいと思います。はい、完成しました。はい、こんな感じです。乾いてます。マットブラック、マットブラック乾きました。これでね、ぬかつけていきたいと思います。どうですか。あ、こんな感じに仕上がりました。おっしっていうわけでね、今日はこれマットブラックで塗りました。あ、んでマットブラックで、本来ならね、やっぱりサフ入れて、それでラッカーパテがあるんですけども、目に見えないぐらいのね、プツっていうやっぱりこうくぼみとかがあったんです。本当ならね、ラッカーパテを入れて修正して塗装するのがいいんですけど、今回まあ、塗ってて思ったのが、なんか塗っててっていうか、こう溶いててね、思ったのが、まあ大体でいいかといつもの投げやりな、投げやりっていうか、いい加減な性格が出てきました。それでね、とりあえずここパテで、前のオーナーさんがやってたパテがあったので、そのパテさえね、見えなくなればいいかなと、まあそれぐらいの気持ちでね、やりました。そしたらこの正月置いとっても見栄えがいいかなと思って、見栄えだけで今日塗ったような感じです。それで、乾かしてる途中に鏡面、軽に鏡面仕上げしました。ほんで鏡面仕上げはね、鏡面仕上げするやり方はね、動画バイクで、やってますので、もしよかったらそちらの方見てください。それでね、やっぱりね、広い面積はね、このラッカースプレーでなしに、ガンで拭く塗装の仕方の方がめっちゃ楽かなと思いました。今回ね、ガンで拭くのとラッカーのスプレーの大きな違いは、ガンで拭くやつはこうパターンっていって、こう塗料が出る範囲の調整ができるんです。そしたらこの缶スプレーは、まあ、これぐらいの幅だったんですけど、このガンでやったら、まあまあ、2倍3倍3倍ぐらいのこの吹き面でいくので、結局1回ビューっといって次いくのがビューっと楽なんです。だからこれめっちゃしんどかったのと、やっぱりラインが細かったらムラが出やすいんです。それでこのガンでいく場合はピューッといって、次に半分かけてピューッと塗装していってやるんですけど、今回はもうビチョーッといって、それで風向きが反対の時にちょっとこうちょっとだけ上ずらして、またビチョーッといくっていう、こうすんごい時間かかりました。これめちゃくちゃ難しいです。だから広い面積するときはね、このラッカースプレーでなしに、やっぱりガンで拭くのをおすすめいたします。というわけで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。明日も何かアップしますのでね、またこんな緩い動画ですけど、よろしければチャンネル登録していただいて、それでまたいいね、高評価お願いいたします。私の YouTube はバイクか車かガレージで遊んでる YouTube になります。今日はどうも最後までお付き合いありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。うおっす。